皆様こんにちは。新年いかがお過ごしになられましたでしょうか。初詣にお出かけになられた方もいらっしゃると思いますが、その時にこの1年健康でありますようにとお祈りをされた方もいらっしゃると思います。その健康な体は1日では作れません。毎日の積み重ねがあってこそです。そんな健康な体を作っていただけるようなお話をこれから取りまとめてお話をさせていただきます。今年の干支は虎です。柴又の虎さんは私たちに勇気をつけてくれました。そして動物の虎は1日に千里を走るとも言われています。その元気な虎にあやかって皆さんの健康な1年を過ごせていただけるようなお話をさせていただきます。人を良くすると書いて食という字になります。私たちは毎日の食からエネルギーをいただき満足し、それが私たちの体を作っている元になります。バランスの取れた食を取れること、味覚や触覚、聴覚、視覚など総動員して食べます。さらには香味や風合いをも含め、食とは楽しみながら味わうことです。またあの味をおばあちゃんよく作ってくれたよねとか、お母さんのあれがおいしいなとか、その子の人生においての味覚の記憶にもつながることもあるでしょう。さてこの円グラフは少し古くありますが、茨城県の死因別死亡数の割合であります。1位は悪性新生物がんです。2位は心疾患、3位はここ数年良いと言ったり来たりで脳血管疾患であったり肺炎であったりします。この表は全国平均を1とすると、つまり全国の23位ということでしょうか。それよりを上回っていると順位が標準より悪い、1より下であると標準より上位にあるという値を示したものです。ほとんどが標準より下に位置している様子です。そして中でも脳血管疾患が全国平均よりかなり下回るということが読み取れるかと思います。直近の全国の第何位というのがお示しできればよかったのですが、脳血管、そして心疾患、がんも含め根底にあるのは血管系のトラブル、塩分の摂りすぎが原因とも言われています。さらに病気になっていく原因には、一つには環境、一つには遺伝、一つには塩の摂りすぎも含めての食生活にあると言われています。プラス喫煙もあります。男性は多少減りつつもありますが、女性はやや増加気味傾向のようです。塩分の摂りすぎがなぜ体にとって悪いかということですが、左の表は少し手直ししてなくてすみません。男性は目標値が 7.5g です。女性は目標値が 6.5g です。そこで右の表をご覧いただきますと、若い頃から塩分を摂りすぎた状態が続くとずっと血圧が高い状態のままということなのです。30歳になってから40歳になってから薄味にしましょうと言ってもなかなか適正にはなれないんです。生活の習慣、特に食習慣はこのキリリッとした塩分が入んなくちゃということが続くと血管系のトラブルが起こりやすくなるということです。なぜ血圧が上がるのか、塩分を摂りすぎると血圧が上がるというのは有名です。実は年を取っていく老化、加齢自体が血圧の上昇に大きな影響を与える。右の厚生労働省のデータから50代の3人に1人は血圧が高めであるということが見て取れます。血圧を下げていくにはどうするか、一つには栄養バランスの取れた食事をする、二つ目には適当な運動をする、三つ目にはストレスを解消する、そしてお酒やタバコを控えるなどが大切です。血圧を下げるためには食生活を見直していただくということです。塩分と炭水化物を控えてカリウム、カルシウム、マグネシウムと食物繊維、タンパク質を多く摂るように意識しましょう。この3つのミネラル、カリウム、野菜に多いですね、そしてカルシウム、マグネシウムは
塩分ナトリウムを排泄する効果があるため血圧低下に貢献してくれます。先ほども表の訂正ありませんでしたが、直近では食塩の1日の摂取量目標値は男性が 7.5g、 女性は 6.5g です。5年ごとに改定されてるんですが、今から 2,30 年も前でしょうか、ずっと 10g と言われ続けてきました。このところ毎回減っています。一食に換算しますと、男性は 7.5、 女性は 6.5 ですので、一食に換算しますと 2g から 2.5g ということになります。一食ですよ。料理をしていく上で血臭みをしていきます。醤油は大さじ1あたりが 3g の塩分です。固形スープもスープの素もすでに 2.3g の塩分です。例えばこれを昆布と鰹節でだし汁を取るとゼロですね。左の表を見ていただきますと、中華スープの素にも塩分しっかりとついてますし、下の方に行きますと和風だしの素、はい、こちらも小さじ1杯が 1.2 グラムに相当します。右の方では醤油、オイスターソース、とんかつソース、それぞれどれもが塩分が入っていますね。次に食品をご覧になっていただきますが、よくお弁当に梅干しが入っています。1個13グラムっていうのは結構大きいものですが 2.1 グラムです。たくあんなどは3切れほどで 1.3 グラム、20グラムのキムチってそれほど多くはない量ですが、辛みがあるせいでしょうか、割と塩分を抑えられています。ただ100グラムも食べてしまうとまた塩分上がってしまいますね。朝食にアジの開きを食べる方もいらっしゃると思いますが、1枚ですでに 2.8 グラムなので、これで1食分を突破することになります。よくお弁当に塩鮭が入っていることが多いと思いますが、80グラムっていうのは今、これほど大きくはなく、50グラムないしは60グラムぐらいかと思います。それでも 2.1 グラムとまではいかなくても 1.5 グラムぐらいはあるのではないでしょうか。さつま揚げなどの加工品にも塩分多いものです。はんぺんなどもそうですが、塩はしっかり入れないと固まってくれないんです。たらこ系にも多いです。そしてウインナーソーセージ、子どもさんたち大好きですね。1本で 0.6 グラムの塩分ですので、 2,3 本食べちゃいますと3本で 1.8 グラムの塩分ということになります。卵豆腐にもしっかり塩が入っています。これ塩が入らないと卵豆腐って固まらないんですね。マックに行ってフライドチキンとフライドポテトを食べたとすると、そこで 3.1 グラムということになります。もりそばも 2.9 グラム、ラーメンに至っては 10.2 グラムです。汁は飲まない方がいいですね。またここにはないんですが、カップ麺やカップヌードル類、はい、こういったものも平均して4グラムぐらいの塩分は入っています。塩というのは、塩分というのはあまり熱くても、今度は低すぎても冷たくてもあまり感じないんです。常温ですととても強く感じるものです。そして寿司飯ですが、塩がキリッと入っていないと酢が浮かび上がってこないんです。なので意外と寿司飯というのは塩分があります。市販のサラダやお弁当に添付されている調味料を見ていただきますと、醤油のあのミニパック 0.8 グラムです。そばつゆは 4.3 グラムですし、ノンオイルのあのパックも 1.1 グラム、一見ヘルシーと思いますが、ドレッシングだけで 1.1 グラムです。最後になりますが、食の行動パターンとして、とんかつにたっぷりソースをかけると 1.5 グラム。握り寿司ですが、お醤油をジャボジャボつけて食べると 4.1 グラムに跳ね上がります。次にこちらの方は、1960年代、1975年代、1990年代、2005年代の食のパターンです。朝昼晩の食のパターンです。1975年代あたりから朝食はパンが多くなっているようです。それでもざっとご覧いただきますと、近年になると野菜の量が少なくなっているような気がいたします。血圧を高くなるのを防ぐには、一つにはなるべく塩分を減らした食事を
心がけることが大切です。そして野菜を食べることです。野菜にはカリウムが多く含まれますので、血圧が上がるのを防いでくれます。1日に350から400グラム摂るようにと言われています。お皿にすると1日5皿ぐらい、手のひらや山盛り1杯のお野菜をお料理を作っていただくということですね。血圧をコントロールするポイントですが、野菜は毎食食べる。理想は毎食150グラム以上、そのうち半分は緑黄色野菜。市販の人参ジュースや無塩の野菜ジュースで補うのもやむを得ません。そして海藻類やキノコ類などをメインに使ったおかずを意識して食べることです。味のついた主食を食べる頻度を現在の半分以下にする。肥満の人は夕食をノンオイルの和風献立にする。和風献立は塩分が多くなりがちなんですが、肥満を改善することが先です。外食は野菜のおかずがついた定食を選ぶ。ラーメンなどの単品メニューの時は野菜の具が多いものにしていただくといいかと思います。そして飲酒の回数が多い人は飲む頻度を現在の半分以下にするか、飲酒量を半分以下にするかです。お酒を飲む時のおつまみにはおひたしやサラダ、ホイル焼きやバター焼きなど野菜や海藻類、キノコ類を使ったものを1人2品以上は食べていただくといいかと思います。間食の菓子類や果物は活動量が多い昼間に食べるようにする。甘い清涼飲料水は禁止です。果汁飲料も避けた方がいいかと思います。油が多い魚、サンマやサバ、イワシなど、そういった背の青い魚や大豆製品には高血圧の最大の合併症である動脈硬化を防ぐ効果があります。そして3食すべてを和風献立にしないということです。料理は薄味に仕上げて、そして濃い味付けの料理や塩分含量の多い食品は極力避けるか頻度を減らす。健康な人の1日の塩分摂取量は 7.5g 以下、高血圧の人は 6g 以下を目指していただくといいと思います。ナトリウムを体外に排泄するカリウムを多く含む素材、野菜や海藻類、キノコ類、果物、芋類を毎日の食事に入れていただきたいと思います。中でも野菜や海藻類、キノコ類は低エネルギーである上に食物繊維が豊富なので、肥満の予防や解消のためにも意識して摂るようにしましょう。そこである年齢になってから薄味にすれば血圧は低くなるかという問題ではなく、やはり若いうちから薄味にと、これも文科省から5年ごとに塩分が改定されているのが通達されます。十数年前までは学校給食の1食の塩分量は3グラムぐらいで OK でした。ですがそれが 2.8 になり、2.6 グラムになり、 2.3 グラムになりと、ついに、ここ何年かの直近の新しいデータでは1食あたり2グラムということです。ご覧ください。ご飯しっかりありますね。野菜料理平均して 1.5 皿から2皿ぐらい、なんといっても汁に野菜がしっかりと入っています。この作品はコンテストの作品であり、なかなか毎日にこのようにリッチにすることは大変だと思います。ですがポイントとしては、牛乳が1本しっかりと入っています。そして汁の中に野菜がたっぷりと入っていることなんです。コロナ禍で何が大変って、家でお昼食べさせなくちゃねというので、一時はスーパーのカレーのレトルト売り場が空っぽ、ホットケーキの棚もいつも飽き飽きでした。今学校給食が再開されてますので、ありがたいことです。そしてこの学校給食、塩分2グラムの他にその地域の特色が出されていること、栄養素がすべて文科省規定に沿っていることが目標としています。そして
1食が230円から250円くらいです。主食があり、主菜があり、野菜料理として副菜があり、汁があり、あと一品ぐらい欲しいなというふうに思うんですが、作業工程としてはこれがマックスなんです。時には果物も入り、牛乳は必須です。カルシウム摂取ですね。ちなみに日本人の栄養所要領として毎年満たされてないものは鉄分とカルシウムです。鉄分は肉を食べるチャンスが多くなったので解消されつつも、カルシウムだけは万年不足気味です。食材にもカルシウムを意識したものがしっかりと入っています。切り干し大根はよく登場します。そしてお分かりでしょうか、汁の中にふんだんに野菜が入っていることが。学校の給食をモデルにしてほしいと思います。どれほどの苦労と努力が組み込まれているかを。そして塩分が2グラムなんです。これを今はコロナ禍なので黙食です。食べることに集中できるから良いのかもしれません。きっとよく噛んで味わっていることでしょう。これをたかだか今は20分ぐらいで食べなくちゃならないそうなんですね。茨城県は農産物の生産額が全国第2位、第3位、第4位という時もありますが、直近では第3位です。このコロナで巣ごもり需要でカット野菜が売れたんだそうですね。しかし関東近辺では1位です。北のリンゴも取れれば南のみかんも取れる。針葉樹林と広葉樹林が混在するところなので何でもよく育つ土地柄なんです。全国1位のものは卵、そしてさつまいも、ピーマン、メロン、干し芋に水菜にレンコンとあります。そしてチンゲン菜、白菜、セリもそうです。今セリが美味しい時期ですね。2位には栗が入ります。そしてレタスが入ります。梨は3位になりますね。そしてこの小松菜、これも全国1位です。この小松菜、私はとても優れものの野菜と思ってるんですが、ビタミン A、C があって、なおかつ鉄分、カルシウムがあるってお野菜なかなかないんです。隣のパセリもそうです。鉾田町がとっても有名です。その他に全国第3位のものがマッシュルーム、三保村のマッシュルームがありますね。ネギも全国第3位です。落花生もあります。そして赤ネギをちょっとご紹介したいと思いますが、これは白里町の阿久津地区でしか取れないというね、茨城県絶滅野菜の3つの1つになります。ちょうど美味しくなってきます。この水戸近辺でもたくさんチミホウレンソウ、生産されてますが、この寒くなってくると葉っぱがですね、凍らないように栄養分を根っこの方に集中させるんです。ですので根っこが非常に甘くっておいしくなって、葉っぱの方はチレチレという感じになってチヂミほうれん草になってくるんですね。そしてニラは小美玉市の方で有名ですが全国第3位です。ごぼうもあります。夏場ですとトウモロコシ、かぼちゃなどもありますね。そして茨城県はエシャロットがとっても有名です。そら豆もあります。ネミツバ、ちょうど今ラッシュの時ですね。そして春菊、これ行方市が有名なんですが、この春菊も先ほどの小松菜と同じようにビタミン A と C があって、なおかつカルシウム、鉄分が非常に豊富なお野菜です。そして県北の方に来ますとこんにゃく芋が取れますので、それでこんにゃくが生産されて、この冬場の凍る時期ですね、こんにゃくを干して、そして凍らせてまた乾燥させて、で作られたものが染みこんにゃくっていうものがあります。これ私は世界を救う食材だというふうに思ってるんですが、その他にわさび菜もあります。大葉もあります。鉾田町のトマト有名ですね。この時期ですといちごがあります。そして浮島大根っていうのが浮島地区で取れるんですが、これも茨城県の絶滅野菜の一つになります。さあ、そして絶滅野菜のもう一つ、三つ目が海地の高菜といいまして、春先です。石岡の海地という地区で取れるお野菜になってきます。はい、茨城県はお米どころですね。福丸という品種のお米がとても米粒が大きい、あの米粒なんです。そしてとっても美味しいですね。これが最近生産されるようになりました。先日スーパーに行ってみましたら、
ほうれん草に人参にネギにカリフラワーに里芋に白菜に大根にキノコにジャガイモそしてさつまいも、ごぼうなど、今は地域の農産物が売ってるコーナーがありますね。ぜひ皆さん、お買い求めいただきたいと思います。そして有酸素運動を取り入れてみるということです。有酸素運動は高めの血圧を改善してくる方法の一つです。普段の生活の中で可能な散歩やウォーキングストレッチなどを無理のない範囲で取り入れてみましょう。特にストレッチは血管を伸ばし柔らかくするのでおすすめです。そこで水分補給はとても大切ということなんですが、ある脳外科のお医者さんがおっしゃってました。1日に2リットルの水、それも常温で飲むように指示されてます。必ず常温でということです。味のない水、コーヒーやお茶はダメなんだそうですね。こういった味のないお水をしっかりと取ってくださいということです。ウイスキーの水割りやお茶は水分があるから良いと思いがちなんですが、ウイスキーやお茶には利尿作用がありまして、体から水分が失われていきます。いくら飲んでも体には蓄積されず体外に放出されるからです。必ず水を飲むようにしましょう。そして今日本で不足しがちな食材ですが、孫は優しいということですね。豆類、そして手術類、海藻類、野菜類、葉菜類、花菜類ですね。そして、魚類、そしてキノコ類、そして芋類になります。最後になりますが、今年の干支にちなんで、今年の干支は虎ですね。それにちなんでちょっと作ってみました。 手と手を取り合って育てた愛、いっぱいのお野菜をじぐっとくるようないい栄養満点の料理を作って健康にお過ごしいただきたいと思います。私たちがよく知っている食べ物としての野菜は、一次機能としてビタミン、ミネラルがあります。二次機能としては感覚や思考があります。そして近年失われるようになった三次機能として、生態調節、そしてフェトケミカルとも言われています。いずれも他の食品では代用できず、野菜は食生活になくてはならないものです。野菜は1日に350から400グラム摂ることが推奨されています。実際現在国民栄養調査の結果を見ますと280グラムが平均のようです。そこでもう一皿野菜を食べよう、そして今現在食べている量のプラス70グラムの野菜をということです。野菜の味、おいしさを一番感じるのは旬のものです。その土地で生産されている野菜です。食感、香り、味、中でも野菜は特に食感が大切です。私たちが良い食べ手になることも、美味しい野菜作りに役立ちます。どうぞ季節ごとのバラエティに富んだ野菜の味を楽しんでいただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。